第15回ショータイムガップン、イエーイ。今日はグレンオークスアンテクラブに、今日のスポンサーはですね、カルタ株式会社でございます。3回目でございます。モリピーというパチンコ情報サイトを運営しておりまして、スロットラメン、はい、東海地方で主にやっております、はい、ということで今回の賞金は20万円よっ、総取りです。今日の出場者は僕と、はい、菅秀一です。はい、菅秀一コンビスロットで儲けるためにはもうモリピーしかない、うん、はい、はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、いいグラウンドやな、ね、前足上がり、前足つま先上がりじゃなくて前足上がり、ペタカリは言ってた。あ、そう、前足上がり、どんだけ人を動物として扱ってんの。いや、きつそう。しょっす。バンカー方向。バンカー入ったか。うわ、最後見えなかった。左は。なんで前足上がりだった。前足上がりちょっと。前足上がりですね。左行くですね、前足上がりが。うん。俺も前足上がり苦手なの。右に置きたいんだけどね。OB 向いてちょうどいいんじゃない。ほら、左行っちゃうよね、やっぱり。うん、やべ、セカンド狙えない。すごい。当たる前足上がりはどうやって打つの？前足上がりあるよな。なんて言ったの？前足上がりは、うん、右の端から、うん、チーピンで。右の端からチーピン。チーピン出す。あえてチーピン置く。ドストレートじゃねえかよ。うまっ。ドストレートうまいな。やっぱファイナル行った人間は違うな。うまっ。いや、俺はもうね、7年も前の話ですよ。結構だいぶ昔なんだね。だいぶ昔だよ。もうあの頃の名残なんてないよ。うまいな。俺だけで行ったんよ。うまっ。やっぱファイナル行った人間違うわ。ファイナル行ってる人違うわ、うん、ファイナル行った人間違うわ、やっぱり。いや、前のホールチーピンっすけど。甘いが多いよ。前のホールはいいんだよ。もう忘れたよ、俺前の、うん、パート1で終わったから。パート1だからあれ。パート1って流すの？流す流す当たり前じゃん。マジよ。あら、パート1じゃあ俺フォーバーか、今。嘘でしょ。もう当たるくんはなんだろうか。で、今またチーピンだよ。なんか変わらんだね、言ってるけど。なんて言ったら今。なんとか、なんとか、なんとか、なんとか。なんとか、なんとか。マジ、マジ、マジ。なんとかワンダニャ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 出さないで、ね、ここでもう言ってニャニャ出すのはもうちょっと滑舌、女の子の前だけにしてやったらニャニャするのはしてないしてないそれニャニャ系でしょ、だってそんなことニャンニャンコメント欄がもうなんかひどいことになるから当たるにゃんこだよ。コメント欄すごいことになるから、もうなんかいじりネタでなんか埋め尽くされそう。あれとかショータイムカップの9人のやつは誰かに似てるっていうコメントがすごい。似てる？ない。一個はなんかレオアキラで、うん、ノンストップの石田みたいな。あともう一個はなんか、ケンナオコ。ケンナオコ？ケンナオコ？いけ。あった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 。2つもあった。あ、よかった。セーフ。ひでえな、これ。ひでえな。これ俺だな。ひでえな、これ狙えねえわ。狙えねえよ。あ、狙えるか。あ、狙えんじゃない？それは、なんか狙いやすい。狙おうと思えばいけんじゃねえか。
それ前足上がりだから。前足上がりだからチーピン出る。チーピン出るからいけるよ。うん、195ぐらいある。8番。あ、ちょうどいいちょうどいい。戻らない。ナイスレイアップで。7番で。7番。本当は8番がいい。ピンも手前だしな。うん、ナイスレイアップ。多分この辺。ナイスレイアップだな。あ、段入れないで186？うん、多分間違ってないと思う。180ぐらいじゃん。そんなに短い200くらいあるよね、絶対。うん、ひどい。ちょい右右行った。この方向グリーンはあの木の上です。何番？5。まあや、多分200ぐらい。キースですれない。なんかちょっとフライヤーしたような感じだけど。レイアップなんかしなきゃいけないんだ。なんで俺はいつも真ん中にいないんだろう。なんでいつも俺ら真ん中に変なとこ。あと変なとこすぐ変なとこ。近い忍者みたいな頼んだよ。近い。で、今日の調子は、まだわかんない。ヨーグルメの方がもうわかるだろ。換算だね、大体50ヤードぐらい。ピンは手前なんで。うまい、上げた。これはいいんじゃないか。あー、ちょっと左キックしまった。ちょっとキック悪かった。俺にあのマーカーがある。あー、ナイス。先行くね。フォーイーグル。うめえ。これはうまい。やるな。ナイスバーディー。ありがとう。あー、ちょっと大きいか。あれ、全然アングラった。やばい。まあ、OK だろ。OK だよね。うん。ありがとう。ナイス。はい、どうも。はい、ナイス。当たる3打目。これは簡単でしょ。いや、簡単でしょ。うまっ。あー、転がっちゃった。ゆうき3打目。あ、4打目。うわー。翔太、ちょっとピン抜いてもらっていい？おう、本気だね。バーディートライ。うわー、切れんかった。マジかよ。ナイスパオッケーオッケー。パパッと。ナイス。ナイスセーブ。ありがとうございます。入るね。入りますね。はい、ワンダーワンダーイーブンパー。フォーバー、フォーバー。マイナス1マイナス1ゼロ4。いや、いいね。マ
ート2からだったら俺もいいと思う。多分ね。はい。外ってる、8番。8番。150ぐらい。外ってるよね。上げてると思うよ。頼むよ、風。完璧じゃない。ナイス、完璧。完璧。上げてる。上げてる。上げてる。さすがファイナリストは気圧しないね。どんだけ自信あるの。気圧しないで余裕ですよ。ティアップしないでも勝てますよ。8番。はい、うまっ。あー、これか。8番。これも左。うん、上げ。これピッチングでいいかな。行く？ピッチング。なんか。P。ああ、P。行ったらすごいよこれ。左。全然でかい。5歳ぐらい。どういうことよ。でかいでかい。一番下ぐらいまで行ったかも。はい、ナイスメッチ。はい、ナイスメッチ。ナイス。ありがとうございます。さすが。試合出た時とかも、まあ、もう今日もどうせダメなんだろうな。ネガティブ超ネガティブ。スーパーネガティブです。すごいネガティブ。試合とかだったら朝絶対ため息してるもんね。ACまでカートを進めてください。あ、マジもう調子悪いよ。やばい。あ、マジで。俺そんな感じ。気合とかでアウト。どう当たる。いや、もう全然全然なんだ。しかもこれ下土やば。繋がない。繋がない。うまっ。うわ、ちょっと弱いか。もうちょい。しゃない。はい、ゆうき、バーディートライ。うまい。オッケー。めっちゃ切れた。最後切れたね。来た。おー、ナイスパーです。ナイスパー。もう一回やらないもん。ちょっと試しにやってるよ。でもなんかね、それやって入ってんのあんま見たことない気がする。そんなこと言っていいの。ナイスバーディーです。やっぱ入るんだ。入るわ。いい。やっぱ入るんだ。あのマーカー入るわ。あれ買った方がいいわ。買った方がいい。連続バーディー。あれかっこいいっすよ。これ結構欲しい。あ、じゃああげるわ。バーディー。うん、ちょっと今日来てパート3よくね。パート2よくね。おう、パート俺1位じゃん。そうだよ。いや、当たるよりいいんだけど。うん、どうしちゃったんだ。今年ファイナルいけんじゃん。いけるわ。今年ファイナリストだよ。今年ファイナリスト。ありがとう。これでみんなの仲間入りだわ。そうだな。来年ツアーいけんじゃん。来年いける。まあ、いいよ。関係ない、順番は。いいですか。もう準備できてる人から。見たい。うん、先に見たい。やっぱりいいイメージを。そう全然そういう時は流れます。俺もそう思った。よし。お、はい、ここはね短いんで、ワンオン。
ただ超アゲンスト。うまっ。あーバンカーだ。いや乗ったんじゃないこれ。あれバンカー。バンカーの手前にキャリーしてバンカーに入った。よく見えるね。超アゲンスト。これいった。これいったでしょ。これはいったでしょ。これはいったわ。これはいったわ。うわ。弱い。え、噛んでもここか。いや、かなり押された。これ無理だ。いいよ。風だな。すごいな。今手前のバンカーのちょっと先ぐらいにキャリー。スティンガーしかないなこれ。みんなゴルフパートナー。ね、俺もそれさっき気づいたんだけどさ、みんなゴルパでティーもらったっしょ。もらってん。俺もらってる。俺。ゴルパでもらいました。俺もゴルパでもらった。俺も。ゴルパで。クラブ買ってないよ。クラブ売りに行ってティーもらった。今日は買ってるよ俺、うん、ゴルフファイブで買ってゴルフパートナーで売ってティーもらう。あーちょっと左だ。カートだけはやめてくれ。あ大丈夫フェアウェイ。マン上げだな。この前ショータ乗ったもんな。乗ったよね余裕で。あそうだこの前翔太この辺まで4アンダーだもん。そうそうそうめっちゃうまかった。相性いい。相性いいよ。グレーンオックス。テクテクテク、うん、測定中。60。よっしゃ3連続いったれ。んちょっと右。あ全然ちゃう、まあ、距離だけは多分いい。うん距離だけはいいな、うん、何番。はい58、82ヤードちょっと弱い。はい、カーン、2打目。あ、これいいだろ。それにダメ。うまい。そう、うまい？よいしょ。当たる。2ダメ。ナイスだわ。うまっ。ズーマの打ち方は？半端じゃねえ。当たる半端じゃねえ。いいないっすよ。スインガーからいや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 。何それ。オッケーだよ。当たるオッケー。キモ。バーディーパット。うまい、ナイスタッチ。ナイスパー。あ、いいよ、踏んでもいいよ。見えた？あ、見えた。見えてる。あー、切れた、マン切れ。そんなにじっくり読む距離じゃなくね。そんなに。そんなに読む。すげえ読むじゃん。トーナメント。トーナメントでもツアーでもそんなに読まないでしょ。バーディーパット。
ナイスバーディー。ウィニングパット。いや、ナイス。優勝。優勝です。俺打ちづらいんだけど。来ましたね、優勝。俺打ちづらい。輝いてる。優勝。ウィニングパット。俺打ちづらい。なんか言ってる。え？打ちづらい。入れたらプレーオフ。ナイスバーディー。一騎打ちよ。プレーオフよ。今いいバーディーだ。すごいね、40ぐらいあった。50ヤードぐらい。40ちょっとは。いや、俺のあれね、多分70センチちょっとあったと思ったんだけどさ、結構ラインが読めてたね。ハン君もアプローチ良かったんだよ。いや、アプローチはあのパットが良かったな。良かった。あのパットは相当難しかった。集中してましたもんね、でも。一度ぐらい下ってたんだよ。目つきが違かったもん、あのこれまでと。あの表情の時の俺は止められない、外さない。いや、それ短いからでしょ。あんだけ短かったら外さないわ。そうか、それも一理ある。それもある。モリピーを運営しているカレッタ株式会社が今回もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がね、と思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。